はいどうも、はじめましたレイチャンネルです。よろしくお願いいたします。はい、今回の動画は2022年シリーズ2アニバーサリー松井の勇気。はい、というところでね、皆さん、今回の動画はですね、2022年シリーズ2のアニバーサリー第2弾の方で登場しました、このね、松井裕樹投手をね、せっかくなのでね、私楽天純正やっておりますから、楽天純正の方で今日はね、ランク戦の方で使っていこうかなというふうに思います。まあね、ちょっとね、松井さんの能力をね、見る前になんですけど、僕のね、楽天純正ちょっと皆様に、お久しぶりにちょっと見せようかなというふうに思います。はい、見てください。いや、ガチでどんどん強くなってきてさ、ちょっと笑っちゃうんだけど、これやばくない？はい、というところで、まあ、岩隈さんがですね、今回あのオリックスの方で僕獲得しましたので、あ、2チャームだっけ、オリックスだっけ、あれあれ A ランクね、なんで岩隈さん極みになるんですよ、これ、なんでね、もうガチで、ね、来年もスピリング予選赤リボン取って本戦出場しようよと、そういったね、まあ、準備もね、着実と進んでいるというふうにね、思うんですが、まあ、今回ね、紹介するのはこのね、松井裕樹投手なんですけど、まあ、実際このアニバーサリーはどうなんやい、レイちゃんと、まあ、思ってらっしゃる方もいると思いますけど、とりあえずね、ステータスがですね、84、66、68なんで、まあ、称号次第ではスタミナ B に乗ります。これね、B に乗るか乗らないかも結構俺はリアタイ的にも大事だと思う。やっぱね、抑えとか、特に、まあ、中継ぎで使う方っていうのは、特にね、まあね、球数とかっていうのを持った方が強いので。うん。で、あとですね、まあね、球種はですね、まあ、メインどころで言うと、サークルチェンジの変化量が1個落ちてしまってるんですね。これね、またコメントなんでね、なんか言われそうですけど、いいです、サクチェ1個ぐらい落ちても大丈夫、みんなあんまりサクチェ使わないから、基本的なのはやっぱりフォーク、スラーブ、カット、でスライダー、まあちょこちょこカーブみたいな、まあ、ストレートみたいな感じのね、使い方をするのが、まあ、松井裕樹投手の強みなんで、まあ、このサクチェ の変化量減少に関してはそこまで痛手ではないかなといったところですね。特殊能力がですね、はい、超奪三振、大ピンチ、祝宴というところで、前のシリーズから祝宴のところが綺麗だったんだよね。で、僕が持ってたのが白熱の方だったんですよ。まあ、これ実際特能はどうなんだなんですけど、これは松井裕樹投手現時点で、由伸投手に続き引き続き最強です。いや、これでね、間違いないかなというふうに思いますね。ただね、来年のスピリ予選、じゃあレイちゃん、この松井裕樹投手を永遠にスピ解放案件で使っていくかっていうと、純正だとまた別で、ぶっちゃけ祝宴がないくても、通常シリーズの方でも最新スピだったら松井裕樹投手、来年変わらんかったら、最新スピに継承するパターンももしかしたら俺はあるかもしれない。ただ12球団で使うんだったら確実にミート中段、パワー中段を持ってる、この松井裕樹投手が強いと思うので、まあ、12球団純正どちらもやってるよっていう方は、まあ、永遠スピ解放案件ぐらいのイメージで折った方がいいんじゃないかなっていうふうには思います。はい、まあね、長々と喋っとってもあれですからね、まあ、早速ね、やっていきましょうか、じゃあね。はい、じゃあ今日はね、松井裕樹さん、まあ、せっかくメインなんで、ちょっと先発でね、行こうかな。まあ、久保さんこれ抑えできるのか。オッケー。じゃあこれ先発松井裕樹さんで、まあ、野手陣はね、特に変わりはないので、久しぶりの楽天純正でね、盛り上がっていこうかなというふうに思います。行きましょう。はい、その前にね、ちょっと称号チャレンジだけやりましょうかね。前回永久期間がついて、なんかね、スタミナ B だったんですよ。なんでね、今回もスタミナ B おは、まあ、勝利の使者とか、ついてくれたらいいかなといった感じでね、やっていきましょう。さあ、頼む、松井裕樹さんね、松井裕樹さんはね、もう本を惜しみません。もう3個しかないけど。やはりね、楽天純正でね、ゴリゴリやってても好きな選手ですから、楽天の中で特に。永久期間、もう一回持ってこよう！いやー！やばくない？やばいんですけど！勝ったー。はい、お相手の方は藤浪投手です。よろしくお願いいたします。あー、もうすぐで打率6割やり切っちゃうねー。はい、翔吾さん、対戦の方ね、よろしくお願いいたします。というところで皆さんやってまいりましたよ。この松井裕樹投手ね。いやー、本当にね、アニバーサリー第2弾が登場して、一番狙いは僕ね、スピチャーにかけてるので、とりあえず、由伸さんだったんですけど、この松井裕樹さんね、確定外からなんとかね、来てほしいなと思ったらね、累計で登場してきましたから、まあね、頑張ってやっていきましょうかね。じゃあ、引っ張り警戒にして、まあ、松井裕樹さんは基本的には、
あの軸となってくるのはこのカットボールとスラーブを軸にして、めっちゃコントロール悪くない？え、大丈夫だよね。制球はね、そんなにいい方ではないので、まあ、とにかくベストピッチが大事になってくるけど、ベストピッチが出ない。お、まあ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 。ここね、いや、うまくね、相手。ちょっと待って。まあまあまあ、ちょっとね、久しぶりの楽天純正でみんなふわふわしてるから、うん、こっから落ち着いていこうや。やばい、こんなことで笑っとったらさ、マジで怒る、相手を煽ってるって言われそうやけど。やばくないこのさ、特殊能力。まあね、スピリッツもね、勝ってますから、で、あとね、おそらくなんだけど、あの楽天のね、コンボも出てると思うんだよね。そう、極みゴールデン魂が出てるから。やばい、楽しくなってきたみんな。まあ、ここはね、1点 OK なんで、とりあえずね、頑張ってね、抑えていこうかなって言ったところで、まずベストピッチでいく。OK! 頼むよ。オッケー。さあ、これで2アウト。ちょって。ごめん、みんな。話すことがない。すごすぎて。さあ、引っ張り警戒。まあ、スラーブを、まあ、右バッターはね、ここら辺のスラーブとかも結構強かったりする。うん、これね、まあ、ボールになっちゃったんですけど、意外とね、スラーブのこの変化量4、松井裕樹さんの変化量4って、なんかね、掴めないんですよ、俺。そう。意外と急に来ると、そんなに曲がったっけとか、あれ、そんなに曲がらなかったっけみたいな。そういった使い方ができる。で、あとはね、右バッターは困った時とかは、とか広角が出てない時とかは、こういうところでスライダー、これ正面行くっす。こんな感じでね、配球してやると強いんですけど、まだまだちょっと配球紹介したいんで、次の回で、ね、頑張って、結構早打ちの方でしたね。はい、というところでね、さあ、はい、楽天純正久しぶりの1番。西川春樹。はい。まあ、相手ピッチャーがね、ちょっと藤浪投手なんで、9位にね、負けないように、しっかりとね、コンタクトヒッティングしていきたい。うん。よっ、頼むよ。おい、やばい。おい、来年も赤リボン取るぞ、これ。うん、で、本戦2連敗するぞ、こら。あー、来ました、ぎ。タイロン・ウッズより強いんじゃないかという噂のあるぎ。よし、抜ける。いやー、ラインドライブの底力くー。はい、もう2球で同点。これが楽天純正の強さよね。今ね、スピリーグの本家の方でもね、頑張っているあのプロの方たちがね、頑張ってますけど、ゆうぽんくんもね、あさぼうくんもクラリスくんも、やっぱりね、楽天純正の何打線を見た時に、他の球団に比べてやっぱラインドライブ多いんですよね。そういった面でね、やっぱり結構打線は悪くないです。はい、皆さん死んじゃった。ま、さあ4番に浅村選手。まあ浅村さん今回4番で連れてきてますけど、いや多分来年スピリ漁船もね4番で使う予定なんだけど、今回ねトレードで阿部選手と涌井さんがトレードしたじゃないですか。だもんで、もしね楽天にね阿部選手がスタメンでセカンドを取っちゃったりとかしたら、守備 B がもしかしたら楽天通常で現れるかもしれない。そうなってくるとバッティングだけじゃなく守備もいい楽天純正が作れるかもしれないということで、まあ、楽天のね純正の民は結構大喜びなんじゃないかなというふうに思います。まあ涌井さんが取れないっていうのは結構痛いけどね。やっぱ涌井さんはね楽天純正には結構必須級で強い選手だったので、なかなかねここ最近ねシリーズでねやっぱり通常の方で登場しなかったね。いや、もぎ深いゴロー。スピリーグでも本家でも踊ります。もぎゴロー。やばい、うるさい、うるさすぎる。あ、やべ、ミスった。頼むよ。え、危ねえ。ちょっと待って、とりあえず同点には追いついとこう。同点じゃねえわ、逆転だけはしっかりしよう。捕らえてあげる。ヤマちゃん、世界のヤマちゃん。手羽先のヤマちゃんや。さあ、ここでチャンス20丸発動してる牧田さんなんで、まあでも代打出しますかね。せっかくなんでね、皆さんに見せたい選手いっぱいいますから、まあここ草野さんでいきますか。草野さんでいこうや。頼むよ大輔さん、今年出るかな。いやー、すごいことになるな、やっぱりね。今年草野さん出たらね、何が何でも取りに行く選手その1、楽天はたけしさん、そしてこの草野さんです。はい、これ草野さん最新スピラットのホームランだったか今の。うん、はい、じゃあね、頑張ってやっていきたいんですけど、相手の能力がすごいことになってるね。はい、でね、じゃあね、まあ、どういった配球をね、していくかっていうと、
まあ、例えばなんですけど、この右バッターでこの高めのインコースのフォーク、うん、これを、まあ、例えば見せて、ああ打たれちゃうからこれいかれちゃうっすけど、あの例えば相手が攻撃で取って外投げづらい時とかに、あそこにスライダーを見せてフォークを見せるみたいな、フォークとスライダーの視点を合わせるのっていうのはあの結構大事かなと。で、左バッターなんだけど、このね、カーブ思い切ってストライク取りに行きましょう。あ、これ外れちゃうかな。あ、打ってきましたファール、うん、ワンストライクなんですけど、今みたいなカーブってファールになりやすかったり、こうなかなかね捉えづらかったりするので、まあ、そういったところでね、カーブは結構強気に攻めてあげるのがいいんじゃないかなというふうに思います。さあ、とりあえず1球ちょっとボール球でスラーブにして、こう振ってくる。あー、 OKOKOK、 まあ振ってくれるんだったら OK。 さあ、ワンアウト。でもすごいね、なんか能力を下げることがすごすぎてさで、相手の方が結構早打ちなんで、まあ、スライダーのボール球ですね、ここに、あ、ベストピッチ欲しかったなこれ。あ、オッケーオッケーオッケー、うん、こういうボール球とかも結構ありなんじゃないかなと。で、あとね、まあ、12球団とかさので松井裕樹さんって結構万能に使えるんですよ、タイピンチ持ってて、で、球種も別にタイピンに依存するわけではない。これさ、スライダーのさ球威上がってるよね多分ね。これさあ、ここはベストピッチで行く。さあ、ノーツーから、オッケーオッケー、ここのボール球ね、こういうところ結構ね手が出がちなんですよ、頭に入ってると。そう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 。さあ、ここで8番がウォーキーだね、ウォーキー。ちょっとね、さっき失敗しちゃったんですけど、タイピンチが出る。あー、これはさすがに相手も能力ねこれ完全にキャラゲーやんって言われてもしょうがないよねでね、まあね、スライダーとかをさ、カーブとかスラブとか見せたじゃないですか、高めに。で、そういう時にこっからフォークでちょっと打たれちゃうかもしれないけど、ベストピッチのフォークとか、見せてあげると結構面白いんじゃないかなっていうのは。まあ、あとはね、基本的に作中は使いたくないんで、まあ、変化量2なんでね、まあ、タイピング発動した時に、まあ、投げる球が本当にどうしてもなかったらって感じかな。さあ、ちょっとここカーブいきますかね。カーブでカウントをちょっと取りに行きたい。外れちゃうからこれ。OK! よーし、OK! ありがとうございました。さあ、というところでね、まあ、全部が全部松井さんの使い方はちょっとね、説明はできなかったんですけど、結構12球団でも本当に万能に、ロングリリーフからピンチの場面と、結構やれるピッチャーなんで、皆さんもね、通常でも獲得したらね、ぜひぜひ自分のオーダーにね、入れてみてはいかがでしょうか。